攻略ミクロ経済学。ちょっと50回目を、えー、始めていきます、えー。こちらの方を用意してください。えー、今日はですね、121ページ。こちらのですね、財、えー、の分類で、産、えー、財のケースについて、えー、取り上げていきます。で、えー、っとですね、この産財のケースっていうのは、まあ、比較的、えー、苦手とする、まあ、要するに面倒だ。 そういった方々っていうのは、えー、どこにハこマる原因があるのかっていうと、まあ、問題文を頭から読んでいってその頭から読んでいきながら例えば X 材はどういった材なのか Y 材がどういった材なのか Z 材が、えーまあ、どういった材なのかっていうふうにこういうように順番でまあ整理してしまっていると。でまあ確かにこれはハマ、えー、る原因なので。 おすすめしません。で、どういった戦略で組み立てていくのかっていうとですね、こんな形でやっていきます。まず一番目。代替効果や所得効果というものの論点は、これは価格の変化なんです。ですから、いろんなことが書いてあって、まあ、それは後で読んでいくとして、ポイントは、 価格が、何材の価格がどのように変化をしたのかというところに、まず一番最初に注目をします。で、ここからですね、この部分だけを読んで、まあ他は後ですよ、後で読んでいって、その価格をもとに一番目、えー、フローチャートを作っていきます。 そして、えー、フローチャートが完成した後で、2番目、財の当てはめと、こういった手順だというふうに考えていきます。それでは、やっていきましょう。まず、フローチャートっていうものはどうやって作っていくのかということです。えー、問題文を見ると、Y 材の価格のみが低下をした。 Y 財の価格を低下したここだけをピックアップしてフローチャートを作っていきます Y PY の価格を P y だとします。そうした場合にこれが価格が下がったときに2つの効果に分類をすることができるまず1つが代替効果ですもう1つが所得効果です こんな形を用意をします。そしてですね、次にえ、代替効果というものを考えていくと、当然に Y 材の価格が下がったんだから、Y 材の消費量は上がります。Y 材の消費量が上がれば、次にですね、こんな形が言える。もしもう一方の材が代替関係であれば、 後半の消費量が上がればえ、パンの消費量が下がるわけですから、え代替関係にある財はこういうふうに下がるであろうしえ、こうしたもう一つですね、代替関係に対して、もしもう一方が保管関係であれば、保管関係にある財というのは、例えば自動車とガソリンのようなものです。 ですから、自動車の消費量が上がれば、ガソリンの消費量が上がるように、もし相手が保管剤であれば消費量は上がるであろうというように考えることができるわけです。そして次です。価格が下がるということは、価格が下がるということは、実質所得が上昇するということなので、所得が上がるということと同じ効果になります。ですから、所得が上がれば、 焼肉の食べるる量は増えるえー、例えば焼き焼き焼き肉というのがですね例えば上級剤であれば上級剤であれば消費量は上がるであろうし例えばカップ焼きそばというのは消費量が下がった自分のお給料が上がったから消費量が下がるっていう剤もありますよねですから自分にとってカップ焼きそばは下級剤であったそんな形でですね 考えると下級材であれば消費量は下がるであろうというふうに、まあ、考えることができる。このような形で、えー、とここでですね一番最初のポイ,ポイントは何かというと Y 材の価格が下がるというこれ1点だけをピックアップして、えー、このような4つの関係というものを見出すということが言えていると いやまあ要するに理解することができるということです。そしてえここまで来た段階でようやく問題文の中のこのですね読んで財の当てはめというこの作業に入っていきます。えー、そうした場合にこんなことが言える。x 財 y 財ともにまあ代替財である。要するに x 財は代替財で z 財は補完財。 そして、X 材は劣等材、つまり、劣等材っていうのは下級剤ってことですよね。そして、Y 材と Z 材は正常剤。つまり、上級材であるということです、えー。ここに問題文の中に入っているものをそれぞれ当てはめると、まあ、こんなことが言えているということですね。X 材は大材大材なので、このように減少するはずです。 z 材は保管材なので、消費量は上がるわけです。上級材であるえー、すいません。下級材であるのは x 材です。ですから、x 材の消費量は下がるであろうし、えっ、ー、と y 材と z 材はどちらもまあ上級材であるということなので、上級材であれば消費量はこのように上がるという。 こういう関係が、要するに、最後にこういうふうに、財の当てはめて、まあ問題を解いていくというような形になりますよね。ですから、ここで見ていけば、整理をすると、X 財というのは、代替効果で消費量が下がって、所得効果でも消費量が下がっています。Y 財というのは代替効果で所得、代替効果で消費量が上がって、 ます保管剤であるこの Z 剤というのはですね要するに代替効果で消費量が上がって所得効果でも消費量が上がっているということが言えています。ですから順番に代替効果と所得効果という順番であれば増加増加 えー、すみません。減少、減少、増加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 という、要するに順番になっている。減少、減少、増加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 なので、当てはまるのは2が正解というふうになる。まあ、一発で。要するに、フローチャートさえ作ってしまえば、あとは材の分類して、一発で解くことができる、えー。2が正解ということになります。